皆さん、おはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG ニューステートやっていきたいと思います。はい、今回ですね、12月9日に、パッチノートが来るということで、事前案内が来ていましたので、一緒に見ていきたいと思います。結構ね、話が長くなると思うんで、その辺よかったらね、最後まで見ていってください。はい、よかったらチャンネル登録、高評価の方もたくさんお待ちしております。ということで行きましょう。一つ目ですね、新規銃器 L85A3 ということで、どんな武器かというと、安定したリコイルと一味変わった打ち応えのある新規銃器 L85A3 が追加されます。5mm 弾を使用するブルパップ式 AR です。5mm 弾の AR の中で最も高いダメージを誇りますが、連射性能に難があります。中長距離での活躍にご期待ください。新規銃器の L85A3 はエランゲルとトロイの両マップで使用できます。ということで、まあどんな武器なんですかね。まあ中距離長距離で、戦えるアサルトライフルということで、結構楽しみですね。まあ出てくれたらね、早速動画にしていきたいと思います。で、この武器のカスタマイズについても書いてあるんですが、こちらはもう具体的にはまあ訓練所とかで、紹介していきたいと思うので、こちらは飛ばさせていただきます。はい、なんと、新規銃器カスタマイズ M416C2、ロングバレルということで、 M416 に2種類目のカスタマイズがアップデートされるということで、面白いですね。こんな風にカスタマイズの幅が広がるっていうのはすごい楽しいですよね。うん、どんな性能になるかというと、ダメージは増加しますが、垂直リコイルも増加します。このカスタマイズを適用させるとマズルスロットも使用できなくなります。カスタマイズは銃器1つにつき1回に限りカスタマイズ内容を選択して適用できます。ということで、まあ、このカスタマイズはダメージ増加するんですけど、まあ、反動が増えますよっていうカスタマイズになるみたいですね。うん、なのでまあ使い分けができるということで、すごく楽しみな感じになってきますね。はい、ということで、もう一つありますね。新規銃器カスタマイズ SLR ということで、 SLR のね、銃器カスタマイズということで、何 ?5mm バレル、7mm を使用する SLR の使用弾薬を 5mm に切り替えます。7mm よりダメージは減少しますが、より安定した射撃が、可能になります。カスタマイズは銃器1つにつき1回限りカスタマイズ内容を選択して適用できます。ということで、 SLR が 5mm で撃てるということですね。まあ今まで 7mm なんで、その分反動がでかかったと思うんですが、その代わりに 5mm にすることによってダメージは落ちるけど、安定して撃てるという感じになるんでしょうね。これめちゃめちゃ楽しみですね。めちゃめちゃ紹介したいと思います。はい、ということで次行きたいと思います。次、新規車両エレクトロン、6人乗りの EV ミニバスということで、6人も乗れなくていいですね。4人乗れれば十分なんで。はい、エレクトロンは、トロイの全地域とトレーニングで使用できます。他の車両に比べて耐久度が高いことが特徴となっているエレクトロンは、4人スクワットであっても、搭乗位置を調整できます。あ、なるほどね。まあ移動はできると。まあ6人乗りだからね。6人乗りどうなんだろうな。うん、まあひょこひょこするのも楽しそうだけどね。はい、ということでもう一つありますね。もう一つの新規車両メスタっていうものかな、ちょっとわかんないですね、ごめんなさいね。2人乗りのクラシックスポーツカーメスタは、エランゲルの全地域、トロイの特定地域、そしてトレーニング場で使用できます。新規車両であるメスタはガソリン車両であり、高い加速と最高速が特徴です。メスタにはオープンタイプとハードタイプのモデルがありますということで、あ、ガソリンタイプのスポーツカーということで、あのガソリン車で速い車ってトロイになかったんで、まあなるほど、これ面白いですね。やっぱね、ガソリン車でも速い車っていうのは欲しいですもんね。はい、ということで、車両が2台来るということですね。あとはですね、キャラクター操作およびアクションということで、まあ、前回のパッチノートの問題を確認していますと、はい、
で、今回のアップデートでジョイスティックの大きさをもとに感度が正常に反映されるように修正しましたと。なんかちょっとバグってるみたいですね。移動がちょっとおかしかったですもんね。うん。で、ドアから離れていてもパルクールできるように許容範囲を増加しましたということですね。で、なんと私ね、ローリング信者なんですが、なんとですね、ブーストゲージ20以上でローリングすると跳躍ローリングとなり移動距離が増加します。皆さん喜んでください。ローリングが強くなります。もう 今でも最強なんですけど、さらに強くなるということで、ブーストゲージの、多さによってローリングレベルが上がるということですね。ぜひ皆さんもこれを機にね、ローリングしてみましょう。車両関連アップデート。車両のドア付近で、搭乗できることを緩和し、より遠く、より広い範囲から車両に搭乗できるように改善しましたということで、まあ、確かにね、車両に乗る範囲がちょっと狭かったんで、これめちゃめちゃいいですね。はい、運転する、乗る、ドアボタンがより早く反応するように改善しました。まあ、確かにちょっと感度悪かったですね。うん、ナイスアップデート。ハンドリング及び操作感改善ということで、なんかいろいろね、そういう関係もやってくれるんですね。あとはちょっといろいろあるんですが、特にね、そこまでこれは言わなくてもいいかなっていうところですね。はい、あとね、ちょろちょろっとあるんですが、その辺はね、特にお伝えする必要もないかなっていうところになっております。はい、ですが、まあ、最強のアップデート来ますね。神アップデート来るんで、これ皆さん楽しみにやっていきましょう。はい、ということで、今回アップデート内容の紹介でございました。ちょっと短い動画になってしまったんですが、まあ次回のね、アップデート楽しみに、皆さんこれからも遊んでいきましょう。よかったらね、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ぜひね、次回の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。